はい、ひとつき満冊のしみです。今日は、なるべく無理して元気を出さないで喋る、うつ病社長本音トークのコーナーでございます。あれだ。言っちゃえ。そら疲れるわ。まあ、疲れて当たり前ですよね。200日くらい働いてるな。まあ、そんなわけで今日はですね、うつの私が、うつ病本音トーク、前回これうつ病本音トークやったのいつかな、定期的にやってますからね、まあ、これをちょっと久しぶりにやろうかなというふうに思っていて、で、私はですね、基本的に、はい、どうも、ひとつき満冊のしみです。今日はですね、うつ病についてお話をしたいと思うんですけども、みたいなふうに、まあ、切り替えられるわけですよ。で、これなんでなのかっていうとですね、やっぱり子供の頃ね、父親にこう、3歳の時に捨てられて、で、お父さん役やりなさいって言われた時にですよ、できちゃった。それがやっぱ一つのね、要因だと思うんですよね。で、やっぱ子供の頃にそれだけ、危機的状況に置かれて、本当は自分が甘えたいんだけども、気合と根性を出して弟と母親を守る。っていうことをですね、まあ、あそこでできてしまったのが私の不幸の始まりだろうと思っています。普通の人は多分できないと思うから。そうね。で、それが多分あったから、もう本当にズタズタで苦しい時とかも、はいっていう風にですね、気分を切り替えて頑張って終わってから。ってこうなってるっていう。カウンセラーの人にも言われました。何を言われたかっていうとですね、まあ、実は見てくださってるんですよ、この番組。ひとつき満冊をね。ひとつき満冊見てくださってるんですけども、やばいって。清水さんの、その、気持ちの切り替え方、これはね、超人的。普通の人ができることではなくって、ちょっとおかしいって。簡単に言うと。まあね。まあね。言われてね、まあそっかって、そうっすねって。でも自分はさ、自分のことしかわかんないので、まあね。自分のそのもの、感じてる感情を、はいって渡して、ポンさんちょっと感じてみてください。ああ、これは辛いわーってことさ、やっぱできないじゃないですか。だからまあ結局、おもんばかるしかないわけなんですよね、想像したりとか。なんでね、まあ、いつも台本抜き、打ち合わせなし、ノーカット、ノー編集でずっとやってるんですけども、まあ、ノーカット、ノー編集でずっとやるとですね、当然、カーッと考え、脳みそフル回転でやらないと追いつかないですよね。まあね、で、何か言われた発言が出てきたら、それをこの場でカタカタカタって調べて、あ、こういうことだって、これでアシストして、みたいな感じで、こうやっていくとかさ、やっぱすごい大変なんだけども、まあでも、やろうと思ったらそれができると。いう現状があるんですよね。で、なんでそんなに頑張るんだと。ね。ちょっとは休めばいいじゃないかと。こう皆さんに言われるわけですよ。でも休めない理由が2つあります。これはね、1個は理性。で、もう1個はもうさっき言った、もう本能的な部分。この2つなんですよね。で、1個の理性の部分で言います。私はですね、まあ、大企業に勤めたことないです。上場企業の役員とかやったことありますよ。ありますけども、基本的に不良役員でしたから、あんまり出社もしなかったしね。まあ、役員って別に出社しなくていいからさ、仕事はちゃんとやってましたよ。ね、で、まあ、だからそういう大きな企業とか、大きな組織、いわゆる社会のシステムですよね。で、そういうところの不適合なんですよ。基本的に私は。不適合なんで、まあ、簡単に言うと自民党さんのですね、うまい汁がすすれない立場にいるわけです。なるほどね。ね。なるほどね。じゃあそうなるとですね、今の社会ってどうなってるかっていうと、まあ、消費税増税を菅さんがね、言って、次の日になんか、やりませんとかって、ね、いや、絶対やるだろ、お前って思ってるんだけど、
先細りしていく世の中のがあるわけですよ。でそうすると、あれ自民党も追い詰められてるの。本当は自民党だって選挙に勝とうと思ったらね、消費税、コロナの不況を吹き飛ばす、1年間 0% とかって言いたいのよ。でもなんでそんなにね、言えないのかっていうと、彼らも追い詰められてるから。もう、いい顔もできないぐらい、彼らの利権も、日本全体が先細るにつれて、彼らもね、先細ってる。だと思うんですよね。そうなっていくと、まあ、必死に搾取するしかなくなりますよね。彼らが同じだけの利権を手に入れようと思ったら。全体が貧しくなってるけども、自分の収入だけは維持しようと思ったら、こいつらからギューって取るしかないじゃないですか。じゃあ、どうしたらいいのか。それが消費税増税とかだと思うんだけども、こんな中でね、その利権側にいないんだったら、もう全力で走らないと、やばくね、って思うわけです。ましてコロナで半年、一年後、大不況が来ると。いう中で、なんでのんびりできてんのっていうふうに思う。だから休んでる場合じゃない。今津波がそこに来てるから。だって津波があそこに見えるのに、走るのしんどいからちょっと休もうよとかって言うやついたらさ、ザワーンって流れていくわけじゃないですか。でもね、実際そうだよ。いや、だから、今は理性的に考えて休むときではない。で次に本能的な部分。これ、やっぱ最初に話した3歳の時に捨てられたから、なんかね、私の人生って常に虎に追いかけられてるイメージなんですよ。なるほどね。もう飢えた虎がぐわーってこう、後ろからこうガッとこうやって走ってくるんです。こうやって。こうやって走ってきてね。で、それをこう必死で逃げてるわけです。うわーって。で、2、そういうね、現実にいる人に対して、ね、大丈夫。そんなに急がなくていいから、ちょっと休もうよって言ったら虎に食われるんです、私。でそれをね、いかに幻想だとかってさ、言っても、私にとっては真実だから、走らざるを得ないわけですよ。だから、休めっていうのはね、食われて死ねって言われてるのと一緒なんですよ。だからもう、こういう変人を温かく見守っていてくださいとしか言えない。本当だよね。だからそれが私の理由かな、休めない理由。いやでも結構そういう人多いと思うんだけどな、ホリエモンとかも同じだと思うよ、本当だね、本何冊か読んだけど、あんなに頑張って働くってすごいなって思う反面、そのホリエモンさんのゼロっていうのを読んだ時に、幼少期のね話とかすごいそのお母さんのヒステリックさとか書かれていて、うわーすごいなって、こんな風になったらあくまで私の解釈ですよ。堀江さんはね、別の解釈をされてると思うし、それは別に自由なんだけども、走らざるを得ないよね、っていうふうに思っちゃう。安倍さんもそうだと思うしね。世の中、意外と上まで行っちゃってる人たちって、私と同じように虎に追いかけられてるのを認識してるか、無意識に追い立てられてるか、どっちかじゃないのかなって思うんですけどね。これは本当見えない虎なんだよね、他の人には。そう、見えない虎に追っかけられてるから、周りからなかなか理解されない。いや、だから清水さん、そんなね、なんでそんなに、だから一番ある誤解がね、清水さんのその鉄の意志、ね、で、そのエネルギー、すごい、ね、どうしたらなれますかって言われるんですよ。ね、虎に追いかけられてください。ね、じゃあ、そしたら、必死で走るでしょって。ね、で、それでも幸せじゃないからねっていう。そう、だから、トラウマを追えって言ってもと同じだから。本当だよ、そっか、トラウマとトラ似てるね。暴れ馬とトラだよ、本当に。そう。そう。だから、トラに食われないように馬を走らせるしかないんだよ。ね、トラがやってくるから、パラッ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 てこうやって走ってる。そうそう。尻が痛いけど走るみたいな。かじられてるけどみたいなね。そう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 。そう。そう。なんでか追いかけてくんだよね、トラがね、って感じでね。そうそうそう。でもね、それって結局ほら、安心っていうものに対する上だよね。いや、そうだと思いますよ、本当に。そうそうそう。それは経済的なこともあるけど、メンタルなところだよ、どちらかっていうとね。
その何をやっても安心になかなかたどり着かないけど、うん、何もやらなければ不安しか残らないから、うんうんうん、やるしかないんだよって話なんだよね、うんうんうん、だそれはさあのむしろあのメンタルが強いとかじゃなくて仕方ないからそうなってるっていうだけの話なんだけど、うん、でもいい方に解釈されかねないよね、うんうん、清水さんはすごい頑張り屋さんだとかさ、うんうん、それは言われてもな、みたいなさ。いや、誰しも、その、雨降ってきたら傘探すの必死になると思うし、うん、その、虎に追いかけられたら必死で逃げると思うっていう。うん、そういうやる気だと思うけどな、な私が持っているのは。うん、だこれはあんまり幸せなことではないよね。いや、もう幸せ度 0% です、うん。うん。でもなんかほら、結果的にお金がついてきたりするとさ、うん、なんかあの、それで、そこしか見ない人いっぱいいるじゃん。もう本当にね、うん、本当そうじゃないんだよ、もう。そう、対価としてのお金を得たのだから、うん、それは良かったじゃないかっていうオチにまで持ってこられると、うん、いやいや別にいくらあっても満たされないんですけどっていうさ、うん。まあ、そういう人たちって多分仕事は我慢量だと思ってるんだと思うんですよね。うん、そう、うん、そうそうそう。これだけ我慢して、月給30万もらいました。うん、であなたはしんどい思いして100万円もらったんでしょ、じゃあいいじゃないの。うん、そう、うん。そういうね、受け止め方をされかねないんだよね。そのね、うん、発想は不幸だと思うんだよね。そう。うん、そう。仕事自身はやりがいありますよ、私はちなみに。うんうん、仕事自身はやりがいはあるけども、うん、あの、なんだろう、突き動かすモチベーションの原点みたいなものは、うん、まあ、不幸なトラウマだからね、うんうん。そう、だから、なんだろうな、適当に休むってできないよね。いや、無理です。きちんとしっかり、リラックスみたいな感じですから、もう。そう、だから休んでる時も、すごく、なんか、きちんとしないと、気が済まないよね。うん。うん、いやよくね、清水さん、体休めてくださいと、ね、うん、言われるんですよ、うん、あの。何を言ってるんだと、うん。私がどれだけしっかり体を休めているか、知ってるのか、ね。ちなみにあの、私の寝室はですね、基本的に無音になるようになっています。うん、で、かつ、もう完全に真っ暗にできるようになってます。で、空調も完全に快適な状態にしてあります。うんうん、で、そこに、耳栓をして静かな状態で安眠できる。うん、で、それをアップルウォッチで日々計測。ね。もうね、なんだろう、休みとか安心を確保するのに、めちゃめちゃ労力とお金と時間を使ってるよって話だよね。そうそうそう、で、それでね、いや、清水さん、いいもの食べてくださいと、ね、うん、言われるんですけども、何を言ってるんだと、私ほどね、栄養に気を使ってる人間はおらん。まず、うん、あの、酒を飲んでる人間はですね、私に体調気をつけてくださいというふうに言う資格ないと思います。うん、私は10年間酒に、15年ぐらい酒飲んでないから。健康のために。ね。うん、トランプ大統領みたい。本当に。うん、ね。あの、で、その上で、1日1万歩運動するわけですよ。うん、ね。で、お酒は飲まない。食事にはきちんと気を使う。うん、栄養の知識に関してはですね、うん、アンチエイジングのお医者さんに詳しすぎて教えることないって言われました。医者もね、分かった分かった、もう清水くんはいらないよと。もういい、もう十分、十分いい、もう、オッケーオッケーみたいな感じで。で、そんで寝るところもきちんとしていると。うん、ね。これはね、うん、週休2日。で、酒飲んで運動しないで、なんかお菓子ボリボリ食って、炭水化物たくさん取ってる人よりもよっぽど健康的。そらそうだ。ね。なんだけども、あの、精神が病んでるんですよ。こんなにしっかりね、あの、栄養をね、あの、計算し、運動をやって、睡眠もしっかり取ってとかね。で、今日の睡眠は、うん、ちょっと浅いとか自己管理まで真面目っていう、ね。そう、奥様に。だって精神病院のその理事長に言われたもん、お医者さんに。うん、ね。いや、もう、いや、確かに、うつにはね、うん、有酸素運動のためにね、うん、歩いた方がいいと言ったと、うん、俺はと。うん、でもね、と。そこまで真面目にやるのはね、あの、清水さんぐらいだと。うん、歩いとると。だからうつになるんだって言われて。うん、お前が言ったから俺はやってんだよ。患者として優等生すぎるんだよね、逆にね。そう、本当に。そう。サプリもね、あの、見せてあげてください。でっかいサプリのあの、あれを。うん、どれだけでかいのかっていうね。うん。
まあ、でかいっていうかね、量がありますよね、うん、まさしく。そう、そう、それそれそれですよ。これですよ、これ。はい、これ、すごいね。うん、ね。サプリが。これでも本当に、それぞれ違うんですよね。全部違います。そう。はい。ね、タンパクだったり繊維だったりいろいろ違うんですよね。アミノ酸、うん、ミネラル、ビタミンとかね、うん、こういろいろあるんですよ。ね、うん、でこれをですね、そのお医者さんとかにですとか栄養士の人に質問して、うん、でそれでお医者さんって意外と栄養学の知識ないので、その専門のお医者さんとかいるんですよ。ね、でそういう人たちにきちんと聞いた上でですね、うん、聞いて決めたんじゃなくて、自分で英語のサイトとか読んでね。ビタミンの過剰摂取量とか、どういう副作用があるかとか、もう全部自分でもう調べて、で、それで買って、それをエクセルにまとめて、で、お医者さんのところに持って行って、もう私が飲んでいる、ビタミンとミネラルとアミノ酸は、こういう配合になってるんですけど、どう思いますかというふうに言って、で、その専門のお医者さんが、うん、いや、もう、なんでうち来たんだと。もう分かってる。分かってるじゃないか、みたいな。そう。で、それで、でもね、うん、ミネラルとかビタミンって過剰摂取すると、うん、そうだね。血中に溜まってね、うん、逆に悪くなる。分解できなくなるからね。はい、なので、うん、それをですね、きちんと、うん、まあ、それもね、人それぞれなんですよ。うん、だから、3ヶ月とか4ヶ月に1回、必ず血液検査をして、詳細なデータをこう見て、うんうん、これはちゃんと取れてない。これちょっと少ない。これはちょっと少ない。減らしていいとかね、ここ考えがね。そんな健康依存症だよね、ほとんど、ね。ほんとだよ、もう。うん。うん。もうね。逆に言うと、そこぐらい、それまでや、そこまでやんないと、有効さんは、なんていうの、安心ができないってことなんだよね。安心できない。そう。もう逆に、なんか普通に何もそういうことを考えずに、血液検査もせず、うん、ただ、なんか飯食って、酒飲んで、うん、なんかお菓子食って、クーって寝てられる人、うんうん、気持ちがわからん、俺には。なんでその寿命を減らす行為ができるんだと。これ見てる人は、あれですよ、清水さんが理解できないよね、多くの人はね。すいません、うん。変人でごめんなさい、本当に。いや、だからね、安心を求めるってどれだけ辛いかってことなんですよ、うん、これって。逆に言えば安心が損なわれてる状態が、あらかじめ自分の中にもう染みついちゃってるから、うん、だから常に安心を求めるんだよね。うん、これ大変です。いやでもね、世間のね、権力者と金持ちもね、うん、絶対そうだと思います。ああ。同じ。だって冷静に考えてみてくださいよ。ね、うん。なぜ核兵器を欲しがるのか。ああ。いらないじゃん、あんなのどう考えても。ねえ。だって地球は崩壊しないけど、少なくとも人間は崩壊しますよ。うん。え、うん、なんで、ちなみになんか、ソ連が作ったツアーリボンバー。うんうんうん、あれ衝撃波が地球3周したんですよ。いるかそんなもん。だから結局恐怖を取り去るには自分が強い立場にならないといけないっていうさ、そう、その結果として原水爆があるっていうことなんだよね。うん、恐ろしいね、不安っていうものは何を作る。でしかもあそこまでさ、例えばプーチンさんとかトランプさんとかさ、うん、あそこぐらいまでになるとね、いや、うん、彼らだってさ、子供の頃心配です。不安があったからさ、うん、今あそこまで行ってんだよなんて同情してくる人が誰もいないよ。うん、ね。むしろその権力と金を持ってる分、うん、もうただ利用しようとする奴がクソのようにこう集まってくるわけでしょ、うん、ね、まあね。そうなのよ。で、そうすると同情もされないから余計に、核兵器作んなきゃーってなるわけですよ。本当に。そう。だからね、まあ、軍拡競争なんていうのはまさにそうだよね。自分の不安を埋めるためのものだからさ、うん、恐ろしいよね。いやー、なんでね、あれ本当に、うん。だから、で、しかも金を稼げるとね、うん、差別されるんですよ。うん。いじめられるの。ね、うん、よく貧乏人は差別されてるとかって言うけども、うん、金持ちも差別されるわけですよ、うん、私の知り合いで結構ね、私よりもっと稼いでる人たちがね、うん、ああしんどいやわ、ちょっと話聞いてっていうふうに聞くに来る、言いに来るわけ、うん、でね、ね、で私が別に解決策を望んでくるわけじゃないの、うん、ね、単にいやーしんどいんすか、俺もつらいっすってこう、うん、ただ愚痴りたいだけなのね、うん、でもお金をそれをね、例えば、うん、年収が200万とか400万ぐらいのレンジだと、うん、そうだよねって言ってくれる人も、
いるんだけども、例えばね、年収200万円くらいとか400万円くらいの人たちのところで、このね、辛いんだよって言ってるところにね、私にちょっとぼやきに来る人の中でね、100億円持ってる人がいるんですよ。100億円持ってる人がいるのね。もうお前働かなくてええやんみたいなね。で、その人が、その200万とか400万の年収の人たちの輪に入って、俺もしんどいんだよって言った時にね、そうだよね、しんどいよねって言ってもらえると思う。いや、むしろどっか行けみたいに言われちゃうよね。お前金持ってんじゃねえかよ、今日おごれよとかね。そうそうそう。言われちゃうわけ。だから、お金を持ったり、権力を持ったりしてる人たちは、どんどん孤立しちゃうわけ、心的には。そう、そう。そうなのよ。で、しかも、私は組織を率いてないから、こうやってね、うつ病社長のうつ本音トークですとかっていうふうにさ、気軽に言える。けども、社員1000人とか抱えてさ、100億資産持ってる人がね、いやー、俺もうつ病でしんどいわとかって株価下がっちゃうから普通に、だから言えないわけよ、だから俺はすげえぜっていうふうにこうずっと言い続けなきゃダメ。そう考えるとさ、安倍総理のお兄さん、広野さんね、そう安倍家から離れてさ、一族の期待を捨ててさ、だから彼はなんていうのかな、うつ病っていうか、まあ要するになんていうの、あ、ほら、安倍晋三君っていうのはお腹痛い少年なわけじゃん、ずっと。だけどお兄さん多分ね、安倍家出てから多分お腹痛くないと思う。なるほど。うん。もう、期待も資産もいりませんと、うん。自分でやりますっていう人だから、うん、多分なんとかなったんだろうなと思うし、安倍家の中にいたら、どうせお前資産家の息子じゃんってやっぱり言われ続けたと思うのよ。うんうん、だよく、よく早く若者、若い時代に安倍家離れてよかったなって思うんだよね。うん、心臓安倍さんのね、心臓さんのお兄さん、広信さんのエピソードを本で何個か読むとですね、もう死ぬほど選挙が嫌だって言ってましたから。まあそうだろうな。小さい頃からさ、連れ歩かれ、うん、されてさ、ね、お前もいつかこうなるのよっていうふうにさ、そう。で、ね、やじゃん、そんな。お父さんの選挙、おじいちゃんの、まあ、岸信介と慎太郎さんのね、うん、選挙を手伝って、なんかね、うん、冬の最中、うん、インフルエンザかなんかにかかって、なんか1ヶ月くらい入院で、その上、もう神経が麻痺してしまって、3ヶ月か半年くらい。うんもう仕事に復帰できなかったんだって。でそれでもう、うん、俺はダメだと。このまんまこの家で選挙手伝ったら死ぬと。うん、だからあの人政治行ってないんですよ。うん、でそれでね、なんだ、長男が嫌がって出て行っちゃったよ。じゃあしょうがない。次男の心臓、お前やれって言って、うん、そういうことだよね。本当に。だからそういうさ、一般家庭と同じように親子関係だったり、うん、兄弟関係があるんだっていうさ、生身の心臓くんのね、立場に立ってみると、いや、総理だから何でも批判されればいいって話じゃないしさ、うん、っていうさ、僕は本当に、その子はね、赤ちゃんの時にからさ、別に自民党の総裁選挙を、ね、狙おうなんて思ってないわけだからさ、だからそういうことをトータルで見てあげなきゃいけないんだよ。これ誰に対してもね。だから自分と比べて相手が幸せそうに見えちゃう時もあるでしょうよと、うん、だけど人知れず悩んでたり苦しんでたりってことがあるよね、どんな人間にもって思ってた方がいいと思うし、だから一月も挨拶を見ててやっぱり清水さんのこうなんかいろんなこう話を聞いて、なんていうのかな、でも清水さん結局なんていうかな、お金持ってたからいいじゃねえかみたいに落としどころをそこに 見てしまう人がいたとしたら、うん、本当にそれは生身の人間と会ってないからそう思うんだなって思うわけよ、僕なんかはね。だからね、人間ってもう何でもさ、このコロナ以降ね、リモートでやればいいっていうような声があるんだけど、うんうん、いやいや、リモートだけじゃ全然人間っていうのは伝わらないんだよと、うん、実は、うん。コミュニケーションってやっぱり実際に会ってみないとわからない。うん、で それがすごく大事なことなのに、そこが損なわれてしまったことは不幸なことなんだよと、うん、何でもリモートで解決できると思うなよって言いたくなるよね、うんうん、いや、あとね、この世の中の人々が不安を増幅させているのって、うん、その不安を隠して走らないと、うん、その成功できないっていうのにどっぷり使ってるからだと思うんですよね。うん、そので例えば今日ね、不思議なメールが来たんですよ、うん、1万人ぐらいチャンネル登録のいる YouTuber の人からね、うん、まあ、会ったことないんですけども、うんうん、なんかメールが来たと。でそれ原文のまんま読むとですね、
読んじゃうんだ、はい、まあ、名前は出しませんけども、いつも、YouTube を拝見させていただいています、うん、的確な時事政治分析を1日4本も上げておられ、うん、その機動力とバイタリティに圧倒されております、うん、清水様の思想信条には共感することも多く、これほど鮮明に歯に衣着せぬ政権批判をできる方、また対話形式でゲストとしてお話ししてくださる方々にも敬服しております、うん、まあ、これはすいません、ありがとうございますって感じなんですけども、うんうんうん、次がですね、なんでメールをしたのかっていうとですね、うん、こんなね、総カルトのようなネット社会の中でブレずに自分の意見を、哲学を発信しているのはすごいことだけども、うん、自分も1万人くらいの YouTube を運営していると、誹謗中傷のコメントの扱い方についてどうすればいいんですかと。あ、とにかく檻のように来ると。あ、でも、清水さんはもっと来てるんじゃないかと。うん、で、一体どうしたら、そういう、それを跳ねのけるだけの強靭な意志が持てるのでしょうかっていうふうに聞いたんですよ。なるほどね。うん。ね。で、私も YouTube の親友を覗き込んでいる状態なので、それを超えて頑張っている清水さんにおこがましいですが、どういうふうにすればいいか、まあ、共感の気持ちも伝えつつ質問があったと。うん、なるほど。で、私はですね、これに対して、3行で答えました。うん、1行目。はい。どうもどうも。うんうん、2行目、2行目はですね、跳ねのける意思なんてないっすびっくりマーク。2番目、いちいちムカついてへこんでます、かっこ笑い。なるほど。これだけです。うん、でそしたらね、うん、なんだかほっとしましたって言われたんですよ。うん、で、これね、もし気を張ってる人の言い方だとね、うん、どうなるかっていうと、いや、それはね、強靭な意思を保つためには、とかね、うんたらかんたらどうのこうのとか、こうなんか適当なことを言うと思うんですけども、まあそっちの方が受けがいいのかもしれないけども、しんどい時にね、しんどいっす。いや、無理っしょ。とかね、いや、傷つかないようにどうやって頑張れるんですか、いや、傷つきながらやってるだけっす。とかで、こう言える世の中じゃなかったら、多分みんながさ、心になんか何重もガードをしなきゃダメになりますよね。そうね。で、そしてその何重もそのバリアが張れる人であればあるほど成功する世の中が、人を幸せにすんのか。うん。絶対しないと思う。うん。まあ、そういうのもあってね、定期的にこうやって、うつ病社長のうつ本音トークっていうのを撮ってるんですよ。うん。これはもう一重に、今一生の器の大きさのおかげであると、私は確信しているので、ぜひ今世にスーパーチャット、カンパをお待ちしております。俺にですか今日はどっちかというと清水さんでしょう。そうだ、またね、こうやっちゃうんだ、本当に。いやいやいや、でもね、一月の挨拶をおそらく見てる方が、子供ギャ防止策イベントの、東京のね、チームに、個人ですよ、個人一人で10万円寄付してくれましたよ。おお、素晴らしい。だから、清水さんがたまにね、いや、10万、いや、100万とか言ってたから、本当に10万入れてくれた方がいて、本当にありがたいです。ね、うん、ただし、私が言ってるのは10万ドルです。で、それはないまあでも、10万ドルが難しかったら10万ユーロ、それも難しかったら円でいいですって言ってるから。はい、いや、でも、いつか、ありがたいですよ。10万ドル本当に含めるんじゃない、うん、なまあ、10万ドルだったら、いろんな、8箇所にこう振り分けますけどね。でも、そんなにいらないからっていうね。うん、10万ドルって言ったら1000万円ですからね。いやまあ、でもさ、うん、恐ろしくないですか、その、心にバリアを張って、しんどい時でも笑顔でいられて、で、自分のが傷ついていても、それをお首にも出さずに頑張れる、うん。人であればあるほど出世するこの世の中ね。うん、おかしいよね。これ、いや、誰も幸せになんないって。稼いでる人も幸せになんないから、それ。うん、そう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 。最終的には核兵器ですよ、それも。ほんまや、うん。だって世の中の権力者って不思議じゃないですか、うん、核兵器持ってて、通貨発行権持ってるんですよ。うんいや、もういいじゃんって、もう、うん。なんでそれなりに原子力空母とかまだ作んのとか。どれだけ不安なんだよ、どれだけ不安なんだよ、お前らっていう。本当だよね。ねえ。もう多分プーチンさんとかだとさ、毒殺されるリスクとかにも備えなきゃダメなわけでしょ、うん、そう。違う、もう殺される前には、野党を殺しておかないといけないから。そういうレベルじゃないですか。うん、そう。
なんかね、本当に。でも、政治って、それだけ本当は 生々しい、うん、泥臭いあの仕事なんだよね。うん。うん、あの命の取り合いなんだよね。うん、権力闘争って、本当に。うん。うん、だ別に、あの、いや、ロシアは野蛮ね、みたいに思う人いるかもしれないけど、うん、いや、日本だってそんなに変わらないよって思うわけ。うん、あの、で、自民党の代議士でも、いつの間にか亡くなる方がいらっしゃったりとかね。うん。うん、恐ろしいんですよ。で恐ろしいよ。うん、それぐらい権力って美味しいのかもしれないけれどもさ、うん、あの命がけですよ。いやそれでさ、あの、うん、例えば菅さんね、英語のね、うん、記事でなんて紹介されているか、うん、彼はね、うん、非常に粘り強いでそして、うん、アルコールをほとんどたしなまない、うん、健康に気を使って1日100回腹筋してるって。ほう、ちょっとなんか俺シンパシー感じたわ。そうね、そこだけは、うん、いやこの人も相当虎に追いかけられてるんだなって。そう、不安神経症そのものですよ。いやもう、うんうん、いやだからなんだろう、でもその割にはだよ、うん、その割にはっていう言い方が正しいか分かんないけど、うん、菅さんってビジョンを感じないよね、うん、だからあれはおじいちゃんになった慎二君ですよ。うん、その通りです。ね、いい例え、ね、うん。いい例えだ、それ。いや、エヴァンゲリオン乗りたいわけじゃないんだけど、なんか乗れって言われたし、お父さん帰れって言うし、乗りますみたいな。そう。で、気がついたらじいちゃんになっていたのじゃ。そう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 。で、だって、他人にね、求められることをただひたすらやって、うん、やってやって、うん、あの人はね、秋田県のいちご農家からね、うんうんうん、二部の法政大学の二部の夜間に通ってさ、一生懸命頑張ってきたんだけども、ね、彼の生存戦略として、ビジョンなんか持たない。他人のドブさらいをする。うん、これずーっとやり続ける。そのためには酒も飲まない。うん、で、健康に気を使ってちゃんと腹筋する。うん。いやー、ね、まあ、シンパシーは感じるけど、ビジョンはない。はいね、そうそう。だもうそうなんだよ。うん、で、それがさ、日本の最高責任者になろうとしてるわけだからさ、うん、大丈夫ですかって。だから、安倍を継承するぐらいしか言えないんだよ、そもそも。うん。うん、なんだかな、うん、なんか、幸せそうな感じがしないよね。うん、うん、うん。いやー本当にね、うんうん、なんつうかそういう人たちがさ、うん、いるとさ、もうなんかでも権力持ったり金持ったり人たちは諦めてるわけよ。どうせ俺たちは、うん、ね、しんどい思いして働いても、うん、金持ってんだからいいじゃんって言われるわけですよ。お前金持ってんだろっていうふうにこういじめられちゃうわけね、うん。で、そうやって心を向こうもどんどん閉ざしていくと、ああ、そうだよ。金持ってるよ。権力持ってるよ。お前、俺の悪口言ったな。ああっていう風に、もう、で、うん、お互いでもうなんか、もうザクザクザクってこうやり合って、で、そして沈んでいく国みたいな感じ、うん、本当に。そう。いや、もうどうしたらいいんだろうね、これ。もう、どうしようもないわ、やっぱり。まあ、だから、自分が死んだ後のことも含めてさ、うん、なんか僕らが常にそれを考えるよね、うん、なんでかっていうとやっぱり子供が守られない社会っていうのはさ、うん、一朝一夕には変わらないじゃない、うんうん、だから自分の人生が仮に80歳であと、うん、なんだ25年ぐらいあるか、うん、あったとしてもだよ、ね、25年で足りますかと、うん、子供を守れる社会に変化させる上で、うん、で多分足りないだろうって僕なんか思ってるし、冷静にね。だけどじゃあのやり方、社会を変えるやり方とかは、うん、ちょっとその25年もあればさ、うん、残していきたいし、インターネットっていうものは、ね、永久保存できるわけだよ。誰もが見られる形で永久保存できる。なので、まあ、ノウハウだけでも残しておきたいなとは思うよね。うん、いや、菅さんがね、日本のトップだとしたらですね、うん、アメリカのトップのトランプさんはですね、うん、ドラッグはもちろんやらないし、で、アルコールもしません。うん、タバコも飲みません。さ、う、ら、ん、に言うと、うん、カフェインも取らない。へぇ、もう徹底してる。じゃあコーヒー飲まないんだ。飲まない。コーヒー飲まない。で、これ、お茶飲むんだ。で、これ、理由は何なのかっていうと、うん、なんかね、ファミリーも飲まないんだって、トランプ。へぇ、へぇ。で、この飲まなくなった理由が、仲の良かったお兄さんがね、うん、なんかアルコール依存症になって、うん、で、絶対飲むなみたいなことを言ったらしいんだけども、うん、でも、その、まあ、理由としてはですね、
アルコールを一滴も飲まないのは実業家時代からでしょ。要するにビジネスマンの頃から。判断を誤るから。なるほど。ね。うん、酒なんか飲んでね、飲んだらね、頭がね、ブレると。で、その時にミスをしてはいかんと。酒のミスってよく言いますよね。で、そういうことはもう一切しませんと。で、逆に言うとそれぐらいやらないと、怖い状態にいたんだよ、この人は。いやー、俺もね、なんで酒飲まないんですかって言うと、いや、だってお前酒飲んでたら新聞も読書もできないだろうと。ね、戦う時間が減るじゃないかって。でもその通りなんだよね。いや絶対なんかもういいよ、人類ほろ酔いぐらいの方がちょうどいいような気もするけど。だからトランプの場合はほら親父が反面教師なんだよね、事業失敗したりとかしててさ、だから子供の時に結構それは辛いことでね、親父のようにはなりたくないっていうふうにやっぱり思ったんだろうなと。いや、ちなみにロックフェラーって陰謀論とかでよく出てくる超大金持ち、あのね、ロックフェラー財団を築いたロックフェラーの子供時代の本があるんですよ。それも辛そうだな。きついよこれ、こんだけ虐待受けたら世界一の大金持ちにならないと安心できないよねって思うぐらい。またこの動画も広告つかなくなるのだな。いやもう本当そうですよ。あ、そう、子供時代ひどい目に遭ってたの、フェラーさんは。いやもうだからさ、もう本当にやばいよね、ヒトラーといいさ。だから世界を滅ぼしたかったら子供をね、いじめ続ければいつか滅びます。本当だよ、本当だよ。いやだからね、もうなんかね、この、まあなんで、うつ病の人たちっていうのは、抗議の意味で言うと、自分がうつだと気づいていない人たちもいるわけですよ。そうだね。お酒とか仕事とかでごまかしてる人たちってたくさんいると思うんですよね。で、そういう人たちに対して、いや別にうつ、しんどいって言っていいじゃんって。でも自分にも言いたいし、相手にも言いたいから、まあこういう動画を撮ってるんですけど。まあ、これも一重に今一生の器のデカさのおかげであると。俺じゃねえから。いや、コンさんのおかげですよ、本当に。いや、俺、無駄にいろんな人に会いすぎてるところもあるんだけどさ、人殺しちゃった人とかさ、子供殺しちゃった人とかさ、だから、普通の人よりも、体制というか免疫というのがあるわけだよね。あ、メンヘラ体制があるわけですね。そうそう、そうそう、だから何十回もこう自分を自傷兵器で傷つけた人とかもいるし、なんだろう、自殺未遂を何度もしてる人もいるわけ、首吊りだろうだ、なんとか、仲介に行っただろうね、でよく生きてんだとか思うぐらい、こう未遂経験が長い人もいるし、だからね、人間というのはね、自分を傷つけたり、あるいは人を殺してしまったりっていうことが、平時ですらあるんだなと。だから僕らほら戦争を知らないから、実際の戦争というものを分かってるつもりになってるだけだけど、戦争は人が死ぬよ。変な話。それはもう戦争だからしょうがないじゃんと思うんだけど、戦争してないこの今の時代ですら、人はね、殺し合ってるし、だから、そのが最初は悲しいの、実はそういうのを一人一人受け止めてると、でもね、意外と多いぞってなってくると、状態化してるんだなと、結局はと。だから子供ギャンにしてもさ、なんていうんだろう、ビジネス上の戦いでもね、同じだけど、まだまだ人類はね、殺し合ってるんですよ。本当そうだよね。いや、そうそう、本当そう思う。なんかその、なんかね、私のモットーなんですけども、人生はサバイバル。なんですよ。それなんでかっていうと、別に、人類は弱肉強食とか適者生存を克服してないじゃないですか。その通り。ね、で、だから、単に、まあ、他の動物と違ってね、ガーンブーンって噛みついてブチブチってこうやったりしないだけで、結局適者生存、弱肉強食の断りの自然界にいるわけですよ。で、その自然界の中でたまたまちょっと知恵をつけた人類が、社会を作ってるわけですよ。ってことは、この自然界の中にいる以上、ここの中も結局、いやーこれサバイバルじゃんと。もっときつい言い方をすると殺し合いじゃんと。生き残りをかけた。その通り。それの現実があった上で、
どう生きていくのっていう問いかけってあんまり多くの人しないんですよね、うん、そう、だからね、表現がきついと見たくないっていうことを許しちゃってるのよ、うん、現代は。で、ね、僕はそれちょっと実はさ、あんまりいいことじゃないなと思ってるわけ、うん、やっぱり不都合な現実をね、うん、真正面から見据えて受け止めて何か、うん、あの変化を作っていくっていう方がさ、うん、すごい大事なのに、いやもう辛そうだから見ません、例えばうつ病の人と話してるとうつうつとしてくるから会いませんとかさ、うん、そういうのも全部含めて、なんか自分にとって不快なものは全部ない方がいいんだっていうふうに思いがちなんだけども、うん、実は僕なんかはまだ確かに強い方だと思うよ、心身ともに、うん、あのいろんなことで慣れてきたから、うん、あの友達が自殺しても、うん、やっぱ最初の1回が一番辛くて、うん、それが 3回立て続けにあると冷静になんなきゃって思うじゃない、うん、そのメンタルで俺がいくら涙流そうが現実は変わらないんだから、うん、ちょっとそこは冷静になろうっていうふうにだんだん冷静になってくるわけよ、あの自殺が立て続いた 時にね、だからなんていうのかな、あの、まあ、変な時代を僕らまだ生きちゃってるなと、うん、少なくともあのなんだろうな、あのお互いに助け合うところまでまだ行ってないんだな、うん、この人類史上、うんうんうん、すごく残念なことだけれども、うん、あの相互扶助のマインドをやっぱりさ、うん、お互いに養っていく必要はあるだろうなって思うわけ、うんうん、だから その程度には寛容さっていうのは必要だよ、だってもしもだよ、なんかのきっかけで僕がうつ病になったとかになった時に、しめしさんごめん夜中の3時なんだけど電話受けてくれるみたいな話なわけじゃん、うん、その時にさ、その時に 俺がもしね、あの例えばしめさんから電話を受けて、え深夜3時だこれガチャンみたいなさやってたらなんだろうと思うから、清水さんもう俺が鬱になった時に、いやあいつ深夜3時に、ね、かけてきた時は気に上がったじゃねえかと思うと絶対にあのないじゃん、それは 俺が辛かった時にはもうあんなの取ってやるかって思うじゃん、やっぱり。なるほどなるほど、うん、だからね、本当ね、情けは人のためならずじゃないんだけども、うん、あの自分が辛さを仮にも理解できない人だとしようよ、うんうん、自分は経験がないから、だとしてもだったら自分より弱い人とか弱くなっちゃった、うん、あの人生のタイミングの人に例の話ぐらい聞こうよって、うん、別にあの医者が、ね、あの専門的な知識を持ってて医者だけが聞けばいいとか、うん、カウンセリングが、ね、できればいいって話じゃなくて、うん、普通の人間のこう普通のコミュニケーションとしてそういうこう辛い時の話とか、あともう誰かぶっ殺してとかっていうのも含めて、うんうんうん、だからそういう毒、ある種毒だよね、うん、毒々しいことも含めてこうお互いに言い合える関係っていうのが、まあ、一人でも多く作った方が、むしろ自分のなんて言うんだろう、あの人生を守ることなのよ、うんうん、いやもうあのこのいくらお金を稼いでもですね、うん、不安感、不幸感っていうのは消えないし、うん、でじゃあそれが何によって癒されるのかっていうと、うん、まあやっぱ友達と話をするとかね、うん、でそういう時だからやっぱ重要なのってそっち側なんですけど、うん、これはですねまたもう嫌なことがあってですね、嫌な縛りが、うん、金を稼いでたり人気者になればなるほどですね、うん、友達は作りにくいんですよ。そうだね。だってトランプ大統領にさ、You are my friend とかって言ってる中、ね、ね、そういうふうに言った人たちの中にですよ、どれだけ本当に友情のために言ってる人がいるか。本当だよ。ね、絶対それ大統領としての権力求めてますよねっていう。おこぼれですよねっていう。いや、だからそうするとますますですね、核兵器が欲しくなるんですよ。いや、だって安倍さんだってね、トランプと本当に懇意の中だったらさ、ねえ、突然辞めたりしないよ。うん。うん。いや、なんかトランプ申し訳ないって気持ちになるじゃん。うん。うん、いや、だから、まあ、大統領選ぐらいまでは踏ん張ろうかなとかってね、思うんだけど。そうそうそう。そう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 。だから、なんていうのかな。やっぱりね、最高責任者同士が仲良くなるって、そう簡単じゃないよと。お互い自分の地獄の利益を守りたいからね。うん。うん、いや、なんで、やっぱり私はですね、経団連ならぬ、経うつ連を作るべきだなと思ってます。なるほど。経営者うつ連合。はい、うん。なので、それはね、いつか作りたいなと。で、どうも、うつ病社長の本音トークです。みたいな。100億稼いでもしんどいっす。はあ、みたいな、こう、なんか。
そうなんだ。お金がうつ病解決してくれないからね。絶対無理だよ、そんなの。例えば100億円持ってて、よし、10億出したら明日から俺うつ病ではなくなるなんてことはないわけじゃん。ない。うん。ね。そう。いや、本当に、だから、あれですよ。お金たくさん稼いでる人たちって、ものすごく不幸。うんうん、そうなんだよ。お金持ちって何なのかっていうと、推薦便所だと思うんです、うん、私。ほう、その心は。普通の人より、よりも多くのクソを受け入れる。うん、自分も含めて。ね。便器って、うんこが流れてくるじゃないですか、うんうん。あれをたくさん受け止められる便器が金持ちなんですよ。お、うん、私はそう思いますよ。もう。名言出ました。だって、綺麗な便器。うんになればなるほどですね、うん、みんなが起こしてくれるわけですよね、うんうん、でそうすると綺麗な便器になるとたくさんのうんこを受け入れて優秀な便器だ素晴らしい便器だって言って称えられていくとお金持ちになれるわけですよ、うん、なるほどそれは幸せなのか、うん、そうだねそうだねなんか不幸再生産してるようなところもあるよねっていういや本当に、うん、そうだからみんなにね、まあ、特にお金持ち層とか富裕層に対する偏見はね、うん、ただの嫉妬に過ぎないってみんな理解してほしいし、うん、あとバリサヨの人たちも、うん、お金は悪くないからそもそもと。うん、結果だからとりあえずっていう話なんで、うん、ちょっとこうなんていうか、お金が汚いっていう人たちいるじゃん、やっぱり。まあまあ、っていうか 99% の日本人そうじゃないですかね。うんそうそう、うん、金儲けは癒やしいとかさ、うん、いや、じゃあどうして働いてんのっていう話だしさ、うん、まあそんなわけでね、今日はちょっと、うん、うつ病社長、うつ本音トークの、お時間に付き合っていただきまして、ありがとうございますっていうことで、はい、皆さんに本当に。皆さんありがとうございます。いやもう本当にこれをですね、最初から最後まで聞いてくれた人たちって、うん、なんて聞いてくれたんだろう。よくわかんないな。よくわかんないけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。うん、あもう今日は読書は言わないわ。疲れた。今日ぐらい本読まずに寝ましょう、みんな。はい。お疲れ様です。はい。そうだそうだ。じゃねー。コンさんのネット署名だけ、うん、このリンク欄、チェックしてください。このね、リンクね。はい。ではよろしくー。